ニセエボシタケから望むエボシタケエボシタケは長野県大町市と富山県と山市にまたがる日田山無中部に位置する標高2628メートルの山。山域は中部山岳国立公園に指定され日本200名山に選定されている。頂上部にオベリスクがある特徴的な山陽を持つ。東側の高瀬ダムからの道路であるブナリツオネは 標準的な、速さでも登った場合4時間ほど急登が続き、赤石山無薬海の駒形岳への黒塔根、ね、上越、谷川岳の西黒根と合わせて、日本三大急登と言われる。日本三大急登と共に、剣岳の早月尾根、黒岳の合川尾根と、同様、北アルプス三大急登の一つでもある。通称裏銀座と言われる、コースの起点となる山である。 山頂の南側には、エボシ池があり、北側には48地と呼ばれる地頭が点在し、ウサギギク、高根バラなどの鉱山植物の群生地となっている。エボシ竹及び、エボシ山という名称を持つ山は、日本全国に多数ある。山名は、山頂のが尖った、花崗岩の形状が、エボシに似ていることに由来する。古くは、折竹と呼ばれていた。江戸時代の越中越図では、 奥山周りの木材洞窟社の名前に由来して、三吉学と記載されていた。南側には、二世エボシ岳と呼ばれる標高2605メートルのピークがあり、間近にエボシ岳の岩峰を望むことができる。高瀬川と黒部川支流の東沢谷に挟まれた、日田山脈の主猟線上にあり、南側には三津岳、北側には南沢学がある。 さらに北側の後ろ立山連峰へとつながる。ブナリツオネの登山道と狩猟線との合流点付近に、最寄りの山小屋である、エボシ小屋がある。キャンプ指定地があり、周辺にはエボシ氷炭池がある。ブナリツオネ登山口は、高瀬ダムから徒歩約30分。高瀬ダムへのアクセスは、高瀬ダムを参照。ありがとうございます。